はい、どうもーえー、初代ラジオ FMH パーソナリティの黒ちゃんです黒岩忠和ですそして はい。ラジオ、高橋萌衣でーす。はい。萌衣ちゃんまだラジオになってませんけどね。そうなんですよ。サイさが初代チャンピオンで、一応二代目チャンピオンの予定です。予定でございます。はい。ま、あの、いよいよですね、今度の土曜日、え、第2回のね、え、ラジオ、ま、このエリアのね、ラジオの王を決めるラジオの決定戦があります。で、これ、午後3時から、えっと、YouTube で生配信もありますので、え、こちらの方ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思うんですが、ま、あの、どうですか、サイさんが、ま、仕事で、ま、出たい出たいって言ってて、 来れなくなくっっちゃったんでですすけど、ど、はい、役今どうですかそうですね結構いろんなところからプレッシャーは感じますが、うん、その崔さんの気持ちも背負って今回は舞台に立つので、うん、ちょっとそれをしっかりとお届けして、うん、2>, 2代目ラジオに輝きたいと思いますそうだね絶対に、うん、あのポイント的にはねもう萌えちゃんにかかってますから。えー ま、黒は普段通りにやれば、はい、まあ野球で言えば3割5分は出ますんで、あの、大丈夫なんで、ちゃんとやっていこうかな、というふうに思います。はい、よろしくお願いあの、会場にね、来たいって言って来れなかった方もたくさんいると思いますんで、はいうん、午後3時からね、YouTube の方の配信もありますんで、ぜひご覧になっていただきたいな、というふうに思います。はい、ますえー、まあ、今年もね、はい、連覇僕はできるように、そして、はい、えー、第2回のね、チャンピオンにね、萌ちゃんがなれるように、二、はい、人力を合わせて頑張りますので、応援よろしくお願いします。ます頼むぜ